はいどうも、白滝です。今回の動画は、明日にイベントのガチャが更新されるので、明日ビ予想とガチャ予想、後半はまあその他のね、プロスペースの情報、で、最後に S ランク契約書、まあ、交流戦のがあるので、それを開封して、ある選手ね、狙っていこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスペースの情報に関して、どんどんね、投稿していくので、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、明日の更新が、 まあ楽しみだという方は高評価の方もよろしくお願いします。ではね、えー、早速、本編の方をやっていきましょう。 明日5月25日にイベントのガチャが更新されるんですけれどもタイムスリップセレクション第2弾が登場してくると予想しています、まあ、理由はね3つありまして1つ目が月末、まあ、2つ目がね一般的な給料日で3つ目がねメンテナンスがある、まあ、いろんなね要素から、まあ、明日タイムスリップセレクション第2弾が登場してくるんじゃないのかなと予想しています p s 第2弾が登場してくると予想していましてイベントはどういった内容なのか 第2弾第4弾は偶数弾偶数弾はボーナスパーセンテージがないイベントが登場してきまして2種類しかありません1つ目がバッティングトラベラー2つ目が必勝アリーナつい最近ね必勝アリーナが登場したので、まあ、一番古いのがバッティングトラベラーまあ明日にね更新されるイベントはバッティングトラベラーを予想しています ガチャ更新は TS 第2弾のみになりまして通常枠はありません、まあ、いつもね月末はえ TS シリーズのみがえ更新されるので通常枠はありませんで内容、まあ、ガチャ内容ランキング、まあ、選手予想に関しては、まあ、昨日にね解説したので見ていない方はこの動画見終わった後概要欄リンクから飛んでもらえればなと思います イベントとガチャのまとめやっていきたいんですけれどもガチャはタイムスリップセレクション第2弾イベントはまあ去年の11月かなバッティングトラベラー、まあ、こういった予想をしています、まあ、皆さんの、ね、意見や予想に関してはコメントで変、ね、えてもらえればなとで続いて話していく内容が、まあ、得点付きのイベント第2点戦が更新されたので、まあ、軽くね解説やっていこうかなと思います 昨日に段位認定戦が更新されまして、初級の等、中級の等、上級の等があるんですけれども、どこから進めるべきなのか、あとは経験値1.2倍、1.5倍、1.8倍とあるんですけれども、いつから選ぶことができるのか説明していこうかなと。 えー、無課金、美課金税、まあ、WBC から、ね、始めた方は、まあ、初級の塔、中級の塔からやっていってください。まあ、下に、ね、対戦相手の目安スピリッツ書かれているので、自分のオーダーのスピリッツを見てもらいまして、まあ、勝てるとこから、ね、やっていってもらえればなと思います。まあ、子産税に関しては、まあ、上級の塔から、ね、やっていってください。で上級の塔を制覇すると、長級が解放されます。長級が解放されたら、まあ、そのまま、ね、進んでいってもらいまして、長級も クリアするとエクストラステージ EX が開放されますそのエクストラステージでは勝てば3エナジー獲得することができるんですけれども、まあ、自操作をしないといけない面倒くさい方は中級の塔をやっていってもらいまして得点のレベルを上げていくエナジーが欲しいという方はエクストラステージ、まあ、自動でやるとねほとんどん負けてしまうので、まあ、自操作でね進めていってもらえればなと思います次に話していく内容が得点の 獲得選手経験値アップ1.2倍、1.5倍、1.8倍はいつ選ぶことができるのか。左側にね、テロップで書かれていると思うんですけれども、1.2倍が5月の25日木曜日から、1.5倍が5月31日水曜日から、 1.8倍が6月の6日火曜日から選ぶことができます毎日3回クリアすればこの日に1.2倍1.5倍1.8倍選択することができるんですけれども一つ注意ポイントがありますやり忘れた場合はこの日に経験値の得点を受け取ることができませんライン認定戦は過去のミッションをやることができなくて他のイベントであればエナジーを消費すればそのね過去のミッションをすることができるんですけれども これは毎日やらないとそのね日に経験値1.8倍のね選択できないので無課金、美課金税は必ず毎日ね3回クリアしていってもらえればなと思います、まあ、本当にやり忘れた場合は6月の6日で1.5倍とか6月の6日で1.2倍とかいうまそういったね最悪なことが起こるのでま必ず毎日ね3回やっていってもらえればなと思います。 イベントコーダについて話していきたいんですけれども、えー、こちらの報酬に A ランク選択契約書ルーキーを獲得することができます。 このルーキー、どういった選手を選ぶべきなのか、今のところ3名かな、過去にも話したんですけれども、日本ハムファイターズの矢沢選手、矢沢選手は二刀流、この前通して登板したのかな、打者であれば、今、一軍で活躍している選手になっているので、もしかしたらセレクション、あとはシリーズ2で通常の S ランク、登場してくる可能性が高いので、一人目としては矢沢選手、A ランクを獲得して、 レベルマックスにして編手動に残しておく通常の S ランクを獲得したときに、まあ、限界突破していってもらえればなと2人目がヤクルトの吉村選手を1軍で登板しているので、まあ、シリーズに通常枠で登場した時用のために A ランク、ね、獲得していってもらえればなと思います。 そして最後3人目が阪神の森下選手つい最近ね1軍に再び昇格しまして広島戦さよなら、まあ、森下選手も今後ね通常枠で登場してくる可能性高くなっている選手なのでこの3人のどれか獲得していってもらえればなと思います。 あともう一つ話しておきたい情報がありまして、えー、プロスピニュースのお知らせを見る特殊能力カップ。一番下に K ポイント報酬が受け取れます。こういった項目がありまして、まあ、多分ね、この K ポイントの存在忘れてる人多いんじゃないのかなと。まあ、自分ね、えー、そのログインミッションかな、ログインのあれで、まあ、K ポイント10ポイント獲得して600まで貯まりました。600の報酬が、まあ、イスラム契約書になりまして、まあ、これはいつでも受け取ることができるので、まあ、シリーズに 開始か、まあ、来年まで貯めておこうかな、まあ、今欲しい選手がいないので、まあ、ちょっと貯めておこうかなと、でこの K ポイントどこで見ることができるのか、まあ、メニューボタンを押してもらいまして、ユーザー情報、で左下に、ね、K ポイントというものがあるので、まあ、ポイントをね確認したい方はこちら見てもらえればなと思います。 この動画の撮影日は24日になりまして、更新情報が来ているので見ていきましょう。マ、まあ、明日ね、メンテナンスがあります。25日木曜の13時から14時59分。まあ、いつも通りのね、2時間のメンテナンスがあるんですけれども、アップデートの内容、や、ついに来ましたね。エスコンフィールド北海道が明日からかな追加されます。5月25日木曜のメンテナンス後から有効。場内 BGM 変更。まあ、その他、2006、2009日本代表戦 3D モデルのユニフォーム変更これユニフォームの変更がされるんですけれども、まあ、全国大会使えてくるのかそれとも使えてこないのか、まあ、これね6月の1日からかな全国大会があるので、まあ、そこで、ね、試していこうかなと思いますでこのアップデート情報の中で一番嬉しい、ね、ニュースがスカウト演出を変更しましたいややっと来ましたねエナジーを消費するスカウトおよびプレゼントスカウトをノーマルスカウトの演出を新しくしましたで契約書開始 演演出、出ミキサー演出に関しては、まあ、今来ては今いるガチャ演出に変更されてきますいやー、来ましたね。エキサイティングプレイヤーで変更されるかと思いきや、このね、メンテナンス、まあ、TS 第2弾多分来ると思うんですけれども、その TS 第2弾に合わせて演出を変更してきました。いや、これ引く方多いんじゃないですか。新しいガチャ演出で、まあ、第2弾豪華にしてほしいね。豪華にすればその分、まあ、引いてくれる可能性もあるので、いや、楽しみやね、明日。で、そのガチャ演出のね、一部映像、 まあ像分流れていると思うんですけれども、まあ、こういった感じで、あとは画像にあるんですけれども、なんか青春っぽいねシーンになりまして、調子くんが走っている、この調子くんの数によって、イ、ま、ス、あ、ランクの,、ねえー、その当たるか当たらないかの、まあ、判定にもなってくるんじゃないのかなと、いや楽しみはね明日の、えー、ガチャ演出、まい、あ、ろんなね多分裏演出もあると思うので、今後、まあ、見つけたという方はまあ、コメントとかねツイッター、Twitter、で、まあ、教えてもらえればなと思います。でその他の他、えー、情報としては まあ記録室に急震災の項目を追加であと、ルーム戦とか打撃え練習モードの投手を入れ替えとかまあいろんなものがえ更新されてくるんですけれどもやっぱり一番ねでかい更新がスカウト演出の変更いや、明日楽しみやね最後に S ラン契約書を引いていきましょうある選手を狙ってまあゴールドまあ10%も、まあ、10%もいいかな S ラン契約書交流戦のやつ引いていきましょう 狙いの選手はあの選手でお願いします。あの選手どうなんやろシルエットなるんかなあの、清田選手とか、ま、あとは、ロッテのゲレード選手やったっけえ、誰やったか投手のジャクソン選手やったっけあの、解除なったんで、シルエットなったんでどうなんやろうねロドレゲス選手とか、怖いな、る 今、何選手おるんや何選手 ?100 ぐらいおるのにカプル。あ、宮城選手いいわ。これ、称号しよう。宮城、あミキサーの弾かな。やっぱミキサーの弾にします。称号よりミキサーの弾かな。 今回の動画は明日にイベントのガチャがね、更新されるので、明日日予想とガチャ予想、その他ね、プロスペースの情報、K ポイントの存在、今ね、知った方、思い出したという方は、確認もね、してもらえればなと思います。で、最後にね、契約書の方を引いていきました。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。もうすぐね、チャンネル登録者4.5万人なので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、明日がね、楽しみだという方、 方は高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。